こんにちは、ミカエリス先生。はい、こんにちは。ウエストン校の4つの寮には寮官をはじめとする少数の従事者、寮の管理をする寮母、食事を作る料理番、給仕をするフットマンがいますが、その中でも寮官は唯一の教職員です。朝は生徒と共に校舎へ赴き、担当教科の授業を行い、夜は生徒と共に起寮し、自由時間には希望者の勉強を見る。つまり寮官とは一日の大半を生徒のために捧げる過酷な職業なのです。それなのに坊ちゃんと来たら。クレイトンの本棚の整理をしろ。クレイトンの上着の取れたボタンをつけておけ。クレイトンの今日のおやつはゴールデンシロッププディングにしろ。ついでに僕のもな。はあ、私がやると思って何でも安請け合いして。私も忙しいんですからね。こんなものですかね。さて、次は校舎で1年生の授業でしたね。ああ、忙しい忙しい。